哲学的男性論塩上の中。僕の言ってた池袋第一小学校の昭和30年代、体育の時間になると自前のパンツ、猿股式の流用で過ごしたと思いね。女の子はブルマ、提灯式のというものを新たに履くわけですが、男はもうズボンを脱いで今まで履いていたパンツをそのまま運動着に流用したのだった。これから喋ることは本当にあったことで、言えば恥になるようなことだけど、乗りかかった船でもあるし、この際ケツをまくってあれしてしまおうと決意してしまったのだ。よろしく。いきなり的に猿股パンツの話に入る前に、桃引き思想に触れておきたい。なぜ桃引きかというと、最近お酒を飲んでる時に友達のゴ・チエという人がいきなり人のズボンをめくり上げて、ほら南は桃引きが履いてると断定してから、えりり履いてないと言ってひどく驚いたからなんですね。昔僕はこの人に、俺は断じて桃引きを履くぞ、履き続けるぞと宣言したんだそうですよ。桃引きをただ履くんじゃない、思想的に履くのであると言ったというんですね。ここに女優加賀まりこが登場しなくてはいけない。今でこそおばさんになってしまいましたが、昔は小さな悪魔とか妖精とか言われた小娘女優だった。で、単なる小娘じゃなくて、これが生意気な小娘ということになっていて、私ハゲとデブと桃引き履いてる男って大嫌い。まあ大変なんですから、冬はむさくてな、すいません。私ハゲとデブと桃引き履いてる男って大嫌い。いやね、桃引きっちゅうものはね、いいもんだよ。私ハゲとデブと桃引き履いてる男って大嫌い。何、桃引きが嫌いと、だっつったんだあんた。ハゲと桃引き、私も嫌いですけどね。でもデブは好きだというわけで、本当に。その頃の若い女の子が真似して、私ハゲとデブと桃引き履いている男って大嫌いっつうから、世のおじさんたちまで若い子に嫌われたくないばっかりに桃引きを履いていることを極端に卑下しだして、わざわざ桃引きを託し上げたりしていたわけです。なんだお前ら、なんでそんなに加賀まり子の言うことばっかり聞くんだ。俺は履くぞ、誰が何と言おうと桃引きを履くんだ。百万人といえども我履かん。つまり100万人の人が桃引きを履いている自分を非難しようとも、僕は履くぞ、断じて履き切ってやると固く決意したんですね。で、まあこれから本論に入るわけですが、思い出してみると、小学校の頃は桃引きどころかトレパンも履いていなかったんですね。体育の時間はみんな自前のパンツだった。よくあんなことができたと思うんですが、まあみんなそうしていた、そういうもんだったんです。実直に自前のパンツになる。まあ自前ですから全体によれたりしてるし、一部地域にはシミ状のものなんかを表現してる子なんかもいたりするわけね。その頃はパンツに柄なんて入ってないし、大体ほとんどは白の木綿のパンツなわけ。ブリーフというのはまだ我が国に上陸してなかった。こんなもんにも履きこなし方っつうのがあってね、その頃はなるべくぴっちりして短いのがかっこよかった。海水パンツっぽいのがかっこよかったんですね。だから銭湯の三助さんのパンツなんかもぐっと短くできてて憧れたりしたもんなんです。猿股の履きこなしに優れてたのは5組の藤島くんで、藤島くんはこのパンツをぐいっと食い込むほど持ち上げといて、そこにバンドをギュッと締めたりしてた。で、この藤島くん方式を僕も取っていたら、あんなことにはならなかったんだけど。その日の授業は走り幅跳びだったんですね。女子に人気が出るには体育の時間に目立つのが一等いいので、体育の時間は男子は結構ハッスルするんです。その頃は僕もまだ意欲的だったから、どうかしてこの目立ちたいとこのように思っていたもんです。みんな2回目の試技は済んだわね。今のところ南くんと勉くんの記録がいいです。南くんは駆け足はあまり早い方じゃないけど、ジャンプ力はあるわね。つとむくんと二人の決戦ということにしようかな。あ、もう時間がないから。いいわね。はい。はい。僕は緊張して、パンツを思いっきり
引き上げたんですね。ふんどしを締めてかかった。これがまずかった。プツンという音がしてパンツのゴムが切れちゃった。慌ててゴム紐の頭を探して手繰ったりするんですけれど、あれはそう簡単には捕まんないもんです。これはまずい。パンツは広がっちゃってゆるゆる。じゃあツトム君から行ってみよう。僕はもうゴムを探すのもやめちゃって、両手でパンツを押さえたまま、この事態をどうするかという一点に精神を集中してる。何しろ体育の時間にツトムと勝負っていう栄光の舞台にいるんですからね。これを打っちゃる手はない。しかし飛んだらパンツは脱げちゃうんです。そのことは分かっている。この矛盾を解決するために僕が選んだのはパンツを押さえたまま飛ぶっていう実直な方法だったわけ。次南くん行ってみよう。僕はパンツを押さえたまま全力で走りましたよ。そして思いっきり踏み切り、体が軽い、記録は確実に伸びた。でその瞬間両手を高々と上げてしまった。やべえ。僕が着地した瞬間、みんなはあっけに取られて天面になっていた。僕の男子のシンボルがぴょこんと揺れていたかもしれなかった。もう記録も何もあったもんじゃないですよ。僕のたった一度のスポーツマンとしての栄光はこのようにして終わったわけです。その後つとむを抜いて僕がクラス一の人気者になったかどうか、まあわざわざ言わなくてもみんなにはわかるだろう。まあこれが辛抱の結幕なんでした。さすがだわ。何が？カフェテラスのコーヒーって。そう、えらいもんでしょ。えらいもんね。一味も二味も違うでしょ。もう三味も四味も違うわ。なんつうかもうすごいでしょ。すごい。人間技じゃない、神業ですよこれは。神業。ごめんすんな君ちゃん。店長、店長のいつも飲んでる漢方薬とは思っても見なかったもんだから。そうかて君ちゃん、困るがな、ほんまの話が。店長泣きな君ちゃん、自分笑うわ。南辛坊の哲学的男性論。脚本津川泉、出演は伊武正人、島津紗友香。ではまた来週のこの時間に。またまた哲学的に迫ってまいりたいと思います。アウフビーダーゼン。再会を待たれよ諸君。